皆さん、こんにちは。声優歌手の遠山奈央です。私の過去の作品でいうと、ニセ恋の桐崎千景役だったり、少年足でゴーゴーゴマちゃんのゴマフアザラシのゴマちゃんだったり、あとはマクロスデルタのレイナ・ブラウラー役として、先日音楽ユニットワルキューレの一員としても活動させていただいております。そんな私遠山奈央なのですが、初めてのツアー、ファーストツアーライブインフィニティを開催させていただくことになりました。横浜 2days、 大阪、名古屋、台北、上海と全6公演を回らせていただくアジアツアーとなっております。ドキドキ。横浜は 2days あるのですが、1日目はキャラソンを多めにやってみたいなと思っております。私としては初めての試みです。そして2 days 目は国内の千秋楽としてドーンと楽しいお祭りにできたらいいなと思っております。もちろん初日の大阪、そして名古屋もちょっと他ではやらない楽しい演出、変わった演出をやってみたいと思っております。計画しております。ぜひぜひ皆さん、たくさん遊びに来ていただけたら嬉しいなと思っております。初めての方もすぐに乗れる楽曲がたくさんあるので、皆さんと歌ったり掛け合いができるような、そんな盛り上がるライブを作っていきたいと思っております。皆さんのたくさんの笑顔にお会いできるのを心から楽しみにしております。以上、声優歌手の遠山奈央でした。バイバーイ。